アスコナは、ゼネラルモーターズのドイツ司会者、オペルの中型車。1970年から1988年までに、3世代が販売された。アスコナエアスコナコンビ1970年10月28日に、カデットとレコルトの中間車種として発表された。一足先に9月9日に発表されたマンタは、兄弟車種に当たる。2ドア、4ドアセダン。 サンドアステーションワゴンがあった。日本には商標登録の関係かオペル1604として輸入されたが、このクラスは国産車の競争力が高まっており、ほとんど売れなかった。アスコナ B 第2世代は1975年にフランクフルトモーターショーで発表された。英国ではボックスホールキャバリエという社名だった。アスコナ C1981 年に GM の J カープロジェクトの一環で発表された。姉妹社に、イスズ・アスカがある。オペルの FF 社としては1979年のカデット D に次いで2番目のモデルだった。日本にも若干数が輸入された。アスコナは1988年、事実上の後継者であるオペル・ベクトラ発表により、生産終了、モデル廃止された。ボックスホール・キャバリエも、 ベクトラと同じモデルにチェンジされたが、キャバリエの名称は1995年まで継続された。アスコナ400グレーン B カデット GTE による WRC 参戦で手応えを感じた。オペルのワークスチーム GM ユーロハンドラーの監督で英国チューナーのトニーホールは、カデットの後継としてグレーン2仕様のアスコナ B ベースにグレーン4仕様とするため、 エアダムスカート、ボンネット状のフィン、リアスポイラーなどのエアロパーツで武装し、ボンネットを FRP 化したボディに、オペル市販車としては、初の DOHC16 バルブエンジンを搭載した、アスコナ400を1979年11月に発表。これに伴い、グレーン4ホモロゲーションモデル400台が製作、販売された。排気量を2.24リッターに拡大し、 ウェーバー製、ツインキャブレターにより 240HP を出力、ZF 製5速ギアボックスを組み合わせ、フィアット131アバルトや、フォードエスコート RS と互角に競り合える力を身につけた。WRC デビューは1980年のラリー・モンテカルロに、アンダークイラングのドライブにより4位入賞、続く2月のスウェディッシュラリーで優勝、サファリラリーでは、 プジョーチームで監督を務めたジャンピエール・ニコラがエンディ・ブモンと組んで5位とコンスタントに高成績を上げ、この年のメイクスタイトルは4位となる。翌1981年、パブリモビールのスポンサーを獲得。モンテカルロは3位、4位に入賞。サファリラリーでは牛と衝突しリタイアするなど結果が出せず、シーズン途中でパブリモはスポンサーから撤退。 AS のクーラングもチームを去ってしまう。1982年、ロスマンズが、スポンサーにつき体制を新たにすると、ドライバーにバルターロールとヘンリー・トイボネンを迎え、初戦モンテカルロは、ドライコンディションに助けられ、ルノー・ゴターボや、アウディクワトロなどの並みいる競合を退け、ロールが優勝。その後も2位2回、3位1回、コートジボワールで優勝と上々の成績を上げ、ロールがオペルにとって、 初のドライバーズタイトルを獲得。メイクスタイトルはアウディに次ぐ2位となり、グレーン4時代終端の FR マシン最後のチャンピオンを飾った。オペルは翌1983年から施行されるグループ B 規定に合わせてベースモデルが FF 化されたアスコナからベース後継であるマンタに変更して開発を進めるがそのホモロゲーション取得が遅れ。 アスコナ400で引き続きグループ B の承認を通した。ドライバーは、アリバタネン。前年のチャンピオンマシンであれど、他のグループ B マシン相手に苦戦を強いられる最中、サファリラリーで優勝。そこで、マンタのグループ B 公認が得られたことから、その後のコルスからマンタにバトンタッチすることとなる。ありがとうございます。